そうですね、本当にすがすがしい気持ちです。本当に多くの仲間たちに支えてもらって、はい、18日間とにかく悔いのない戦いができたので、はい、結果はね、思うような結果が出なかったですけれども、本当にすがすがしい気持ちです。まずこんなすがすがしい勝った顔で出てくると思わなかったんでなんか励ましの言葉とかいるかなと思ったけど、またね、あったらぶちかますってことですよね。いや、もちろんですよ。なんかね、だからこう今テロップに夢破れた乙武って書いていただいてるんですけど、全然僕の夢は破れてなくって、ちょっと可能性を広げた乙武に書いてもらっていいですか。ちょっとね、夢破れてないよ、可能性を広げた乙武。そうですよね、壁なんてなかったにしてもらっていいですか。確かにそうですよ、夢が破れたかどうかは本人次第だからね、はい、そうです、あとでテロップ書いておいてください。どうなるか分からないけど、凛太郎さんどうぞ。次こうチャレンジするとテロップ変わりましたけど、早い、速攻直しましたよ。